Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. So today I want to show you guys what my workspace looks like. So this is the backdrop that I've been using for work, and this is like the LED lamp that goes with it, and then this is like the computer, and this is the whole setup. Okay. I use the LED light so it looks better, and then there's better lighting, and then there's a backdrop over there. It's currently December 17th. It's a Thursday today, and there's only like 2 weeks left to December. It's crazy. This year has been crazy to say the least. I started this interpreter job and it's been going well so far. I'm increasing my hours to 30 hours a week starting 28th. So my salary will go up, and I'm really excited for it. And not much is happening in January and February, but I am gonna be like renewing my permit or my license. Probably getting a license, driver's license. And then I think in March, I'm going to Japan for maybe a month or 2 months. And then coming back either in May or June. And then, yeah, June to October, I'm gonna stay here like 4 or 5 months, and then I'm gonna move back to Japan, which I'm really excited about. But yeah, I'll keep you guys updated. Yasan, konnichiwa. To, yosuruni, to, 2月ごろまで、このテキサスにいます。それまでは、と、引っ越しの腰の荷物が届くまで待って部屋を片付けたりしていろいろしますね。あとは運転免許証の書き換えなどをします。それで一段落したらやっと日本に3月頃に一時帰国して、1ヶ月か2ヶ月ぐらい、滞在します。それが終わったらまたテキサスに戻って、このアパートの契約が10月までなので、10月まで行って、まあ、9月まで行って、私はそして10月に日本の多分岐阜県に住み始めると思います。と、就職活動に関してなんですけれども、今現在ちょっとビューティーコースというのをオンラインでやっていまして、それでネイルなど、ネイル、マツエック、脱毛などのいろんなレッスンをしていまして、それが多分どれぐらいだかな、5ヶ月ぐらいかかるので、まあ10月までには終わっていると思います。それでそのサーティフィケットが取れたら、まあ、日本の岐阜県のところに、岐阜県周辺にその働きたいネイルのお店がありますので、そこでずっと募集しているので、そこで受けてみようと思います。ずっとビューティーとか美容系には興味あったので、そういう美容系の仕事ができればとてもいいなと思ってます。今後住む日本の物件に関しては、今いろいろ住もうとか Google 検索して探しているところなんですけれども、まあ2LDK または3LDK ぐらいに住めればいいかなと思ってます。とクローゼットスペースが大きければまあいいかなって思ってますね。まあ荷物は少し減らすと思うので、まあ、家具も持っていかないので、まあなんとかなると思います。これが今私がいる部屋で、これがベッドですね。これがターコイズカラーのベッドで、下は木でできていますね。そしてこれが布団、掛け布団なんですけど、これは同じくターコイズカラーで、裏がこうなってます。裏はとても可愛いですね。多分このベッドを持っていくことはちょっと高い、値段が高いので、日本にはこの掛け布団だけ持っていくと思います。とても可愛いです。肌触りもとてもいいです。これは今使っている食器です。これは IKEA で購入したので、ここまで届くなかったです。これは
ちらが電子レンジとなっております。こちらがワールプールというか冷蔵庫です。冷凍食品が入ってます。また引っ越すのは10月の初めで秋頃になると思うんですけど、引っ越す時の動画また撮ろうと思います。最初に多分中部国際空港まで飛行機で行って、そこから岐阜まで行って、もうすでに借り始めていると思うので、その借り屋に行ってそこで荷物が届くのを待って、家具とかはですね、まあニトリとかで揃えようかなって今思ってます。岐阜県はニトリがあるので、ニトリで家具や食器や電化製品などを揃えたいと思っているので、またニトリに行く時も動画回そうかなって思ってます。今後もテキサス周辺で三つ輪やいろんな場所の動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。